まずあん作りから。鶏ガラスープに醤油、酒、オイスターソース、煮立ったら塩コショウを加え、水溶き片栗粉でとろみをつければあっさり醤油味のあんが完成。続いて卵は1人前で3個使用。具材はネギ、しいたけ、カニの代わりにカニカマで OK。 そしてフライパンで強火で素早く火を入れ、下の面が固まったらご飯に盛り付け、醤油あんを卵にたっぷりかければ、大阪府民が絶賛する大阪の天津飯が完成。醤油味のあんと卵の味が際立つ天津飯をぜひお楽しみください。